久しぶりのパパクッキングです。今日はオムレツを作ります。はーい、はーい。オムレツっていうか卵焼き、卵焼きか、うん、オムレツって何なんですか。オムレツ卵焼き、牛乳入ってるやつ。あ、牛乳入ってるのが。いやでも卵焼きも入れるよ。入れないよ卵焼き。え、嘘。でも入れる過程もあると思うよ。あ、そうなの。いや、人それぞれおのおの。今も入れたいな。いや、ちょっと今暑いからちょっと待って。卵は熱いの。いや、卵じゃないけど、フライパンがさ。パパクッキング、パパクッキングです。パパクッキングです。あ、出てきたよ、違いが。卵焼きは軽く溶いた卵を砂糖、塩、醤油などで調味し焼くもの。オムレツは調味したものをバターや油をひいたフライパンで軽く焼きながら半円形または木の歯型に成形した卵料理。パパクッキングです。だそうです。それがオムレツなの。バターで焼くってことか。左手プルプルしながら左手プルプルしながらパパバレてる。いや、これもう混ぜ終わりだ。え、箸でいくの。なんかもうかんとね。いや、なし。人の料理に熱くない。人の料理に箸でいくのとかスプーンでいくのとか。あ、もう混ぜるの終わる。いい？いいよ、いくよ。え、なんなのこれ。いや、こうやってやるとさ、うん、あ、決め？そうもっときめ細かいやつでゆっくり落ちるの想像してたんだけど思った以上に早かったから意味ねえから。こんなもん、こんなおしゃれなもん意味ねえ。ウケるんですけど。全然笑えない放置してないね。だいたい洗い物やっちゃうタイプ。ママ見たいの、早く中が見たい。ちょっと待ってね。焦げが早い。最初キノコ入ってる。俺も俺キノコ入れたっけなと思ってすげえキノコ入ってんじゃんと思ったら油引いた。油引いたよ。引いてるよね、うん、うわやばい、焦がした。焦がかけてる。やばいやばいやばい。調子こいて洗い物とかやってる。本当だよ、調子こくすぎて。やばい、緊急事態、スクランブル、スクランブル。緊急事態、スクランブル。もう卵にいない、スクランブルエッグに変更、緊急だから。そぼろそぼろ。そぼろになったらしい。チャーハン、これね、卵焼いてんだよ。そう、これ美味しい卵じゃないか。スクランブル、スクランブル。やっちゃったね。お皿一番上にあるやつどーん。完成ですか。できました。完成です。あ、この音、この音いい音になるよ。あ、やる。あ、いい音。ねえねえ、完成したって味見する？焦げちゃった？いや、全然平気。焦げた？いや、そんなね、言うほどそこまでは焦げてない。ちょい焦げ。いや、全然平気だから。全然平気だよ。うん、わぁ、熱い。これ好きな卵だろ。それだったらいいでしょ。以上です。お疲れ様でした。現場は以上です。さっきも食べるって。食べる、めっちゃうまいよ。いっぱい食べたいよ。うん、とりあえず開けてみよう。さあ、食べれるかな。食べれるよな。あれ食べれるよな。
めっちゃうまいもん。いらない？おいしいよ。だって以上でございます。どうぞ。